こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい。始まりました。はい、美咲の部屋です。よろしくお願いします。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 はい。ですね、今日どうするんだっけ。今日は、頭皮が痛くならないポニーテールの方法を紹介したいと思います。はい。はい、ということで、はい、どんな感じだったっけ？私も結構仕事中、こう結んでないといけないので、結構長時間結んでると、こう頭皮がこう突っ張ってきて、痛くなってきちゃうので、それをちょっと解消する方法というのと、あと、かつ、こう見てる人が、あ、それ可愛いねって言ってくれるような、ポニーテールを紹介したいと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。スタート。オイルをつけていきます。ツープッシュ出して、手のひらで伸ばしてから、毛先、中間、表面と伸ばしていきます。ポニーテールなので、毛先と表面が結構ツヤがないと綺麗に見えないので、しっかりとつけてください。つけたら、ブラシで全体を溶かしていきます。こちらも絡まりがあると、こちらも絡まりがあると、ブラシでガシガシしてしまうと切れてしまったりとかするので、毛先から徐々に溶かしていきます。全体にオイルが均等になったら OK です。おくれ毛を下ろしたい方は、顔周りともみあげの部分を少しずつ下ろして、下ろさなくてもいい方はそのままで大丈夫です。サイドの部分を耳後ろで分けます。両サイド同じように分けます。取り分けたサイドの髪の毛を右手を上にして交差させていきます。そのまま残った髪の毛の下を通して、上の髪の毛を持ち上げます。で、この上の髪の毛をダッカールで留めておきます。下の髪の毛をゴムで結んでいきます。この時、少しここに空間があると、次の工程がやりやすくなります。結んだ時に作っておいた空間に逆リンパしていきます。下からゴムを押し出して毛先を通します。最後に毛先の部分をしっかりとギュッとしておきます。ダッカールで留めておいた部分を外して下ろしてあげるとポニーテールになります。ゴムの部分を押さえて表面のボリュームを少し出します。サイドの部分もほんの少しだけボリュームを出してあげます。あとは毛先のバランスを整えて、完成です。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。感じで仕上がったと思います。めちゃくちゃいい感じです。今日ポイントは、ポイントは、
サイドの部分をこう交差してくぐらせてとか結構難しいんですけど、あ、ややこしいね、はい、うんうん、なんですけどちょっと練習したらすごい綺麗にまとまるので、うん、ぜひこちらも練習してみてください、うん、あと結び目ですね、結び目をくるリンパじゃなくて逆リンパをしてあげることによってより自然なポニーテールになってくれるのがおしゃれなポイントだと思います。確かにね、はい、あそこ結構自然にシュッとなるのがいいし、はい、なんか普通にやっちゃうと結構独立して、あとなんか変にボリュームが出たりもするので、はい、まあ、形が綺麗になるのが、まあ、逆リンパやな、そうですね、のポイントになってるので、はい、ぜひ皆さん参考にしてもらえたらと思います。思います。はい、ではこの動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週、来週会いましょう。皆さんさよなら。See you.